今はねねななんんか、ね、失敗恐怖型社会なんですよ、うん、例えばこんなことをやりたいっていうふうに人前で言っちゃったら、うん、それに結局なれなかったら失敗になるっていう成功しなくてもいいから失敗だけはしないでおきたいっていう社会になってるように思う、うんですよ。うんうん お前なんかさ最近の若者によくありがちなどううやれば間違っったこととをせずににに最短距離で成功に行きつけますかという病気にかかい病気てるよ小説家になりたいっていうそれを動詞に変換する小説を書く書いた小説を持ち込む投稿するっていう動詞にするとですね自分のコントロールでできることをできるだけ増やすことが何かになるということに一番近いんですね。 1955年に企業の平均寿命は75年と言われたのが2000年代に入って15年ぐらいっていうふうに言われると。いわゆるもう5分の1ぐらいに企業の寿命が縮んじゃった。現在はもう10年ぐらいっていう人もいるんですけども。だから どっか就職することは安全でも何でもないんですよ。昔の大企業はダメで、今流行りの IT 企業も10年持つかどうかは分かんないわけなんで、こういう状況の中でどこが大丈夫かっていう話はま役に立たないと。これを僕はいつも説明するのにですね、タイタニック号の例えを出すんですけども、みんな大型船にタイタニック号乗ってると、現代の産業というタイタニック号乗ってると。で、これがもう状況が危なくなって沈みつつある時にですね、その中で一番大型のボートを探そうとするんですね。 そその中のの中中脱出ボートの中で、一番大きくて安全ううなものに乗ろうとすると。これが普通の人の考え方なんだけどもそれはどうだろうとタイタニック号がその沈む原因が今の会社普通の会社とかどんどん普通の産業っていうのは沈んでいくのはタイタニック号が氷山に当たったからではなくて海が硫酸に変わっちゃったからだこの広い海が塩水じゃなくて濃硫酸に変わっちゃったから船の底が溶けてどん,どん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 沈んでいくだから他の船に乗っても安全ということがないと。 大型の脱出ボートに乗ろうと、その船が同じように鉄でできている限りは、やっぱり沈んじゃうから、そうじゃないだろうと。そうじゃなくて、形は小さくてもポリエチレンのですね、あの、バケツとかを組み合わせてゴンボートを作ってるやと、鉄だった方がいいよと。つまり、大きな会社というのは鉄でどうしてもできている丈夫な船に作っちゃうから、硫酸の海で溶けやすいと。そうじゃなくて、硫酸では溶けないポリエチレンのイカダみたいなものの方が、まだ生存確率が高いと。 さらに、その向こうの海が、その、農硫酸の海の向こうにですね、次はサラダ油が180度になってる変な例えですけれども、天ぷら油みたいな海が見えてたらですね、もうそこはポリバケツのイカダでもダメですね。ポリバケツ溶けちゃいますから。からその場合は案外、段ボールとか紙をこう重ねて貼っていった方が、180度のサラダ油、天ぷら油の海ではですね、生き残れる確率が上がると。 こういうふうにですね、なんでこの船が沈むのか、それはどういう状況なのか、次はどういうふうになってくるのかが見えてるか見えてないかで、全然違うと。船が沈みかけてるということをですね、その原因と海の状態をこの先まで見通す能力、この見通す能力があるかないか、この格差のことを、この本の中では未来格差って呼んでるんですけども、ホリアモンとかあのキングーンの西野君は、この未来格差っていうのをすごい意識してるんですね。 なんでかっていうとこれは明らかでですね、それぞれ、キングングの西野くんもですね、堀モンも望んでなかった不遇、不幸があったからですよね。だから未来に対する感性を得た。堀モンなんて逮捕されて、刑務所に1年半掘り込まれたんですよ。それまでの生きていくための基盤っていうのかな、ビジネスの ネットワークっていうのをほとんど全て失ったわけですね。で、キングオブの西野君は跳ねるの扉が打ち切りにあってですね、で、芸人としてもう終わった認定されたんですね。終わった認定された時代のキングオブを見たことがあるんですけども、西野君がやたら早口で漫才するだけで逃げるように舞台の袖を変えていくような漫才で、これはこいつらダメだわっていうふうに失礼ながらその時に思ったんですね。 ちょっとルミで見たときに。で、僕にしてもですね、僕にしても、西暦2000年から2003年ぐらいまで4年間ですね。ま 全く本が売れなかったんですよ。この西暦2000年から2003年は多分僕の人生の中で最悪の時期でですね、生涯であんなに苦しかったことなんですよ。なんでかっていうと、どうしていいのか全く思いつかなかったからですね。だって何をしても売れないんですもん。どんな本を書いても売れない。本を書くしか脳、NO、がないのに何を書いても全く売れないんですよ。これね、本当にしんどかったんですよね。その時にですね、 まあ、それぞれみんな得るわけですよ。そのすごい苦しい時にみんな得るんですけども、僕が得たのは、売れるっていうのは受動体だっていうことにまあ気がついたんですね。つまり、面白いことを書くっていうのは動詞、能動体なんですよ。だから自分の意志でできるんですけども、面白がられるとか売れるとか受けるっていうのは、人任せでコントロールできない受動体なんですよ。小説家になりたいっていう人もいるんですけど、小説家になるっていうのも受動体なんですね。 それを動詞に変換する。小説を書く。書いた小説を持ち込む、投稿するっていう動詞にするとですね、ようやっと人任せではない、コントロールされないことになると。つまり、小説家になりたいと思ったら誰かに見出してもらうっていうふうに発想になるんですけど、小説を書きたい、書いたどっかに持ち込みたい、どっかに投稿したいになると、全部自分がやるアクションのみになってくるから。そうなると最終的に賞を受賞するかどうかだけ。 その部分だけが人のコントロールになるんですよ。人のコントロール、他人のコントロールっていうのはゼロにできないんだけども、自分のコントロールでできることをできるだけ増やすことが何かになるということに一番近いんですね。今はね、なんかね、失敗恐怖型社会なんですよね。その子供の頃から選択の自由はあるんだけども、失敗する選択があって、それを選ぶとみんなに言われるし、自分でもわかるから、例えば、 携帯何選ぶっていうのにしても失敗があるんですよね、うん、こっち選んじゃったら後々で結局友達みんなそれ買わなかった、うん、で自分が買った機種が外れだった<お>こんなことをやりたいっていうふうに人前で言っちゃったら、うん、それに結局なれなかったら失敗になるっていう、うん、失敗することを恐怖して成功しなくてもいいから失敗だけはしないでおきたいっていう社会にな,なってるように思うんですよ 失敗したことがみんなにばれたくないって言ってもいいんですけど、だからその今の,その女の子とか男の子の恋愛観聞いてたら、うん、やっぱり自分の彼氏とか彼女っていうのは友達に見せれるっていうのがあるから、だから余計みんな望み高くなっちゃうんですけどね。さっき言った自分に見合ったでなくて、うん、自分の友達から承認を受けれる彼氏、彼女になってくるので、うそうなってくると女の子は男子の上位20%ぐらいしか相手にしなくなっちゃう。 おまけにスクールカーストあるじゃないですか、うん、でカースト、劣位の男は相手にする女いない、うん、自分と同級か、うん、クラス上のカーストしか彼氏にできないから、うん、女の子にしてみたら恋愛できる男がどんどん狭くなっていくカースト上の男もそうですよね自分より下のカーストの女と付き合ってるとやっぱ友達から言われるから、うん、自分と同等クラスのカーストしか付き合えないので上の方がどんどん過密になっていく。うん 最初の話に戻るんですけど、僕、だから、ことあるごとに、YouTube では、セミナー講師になりたいな、なりたいなって言ってて、誰か拾ってくれないかなと思ってたんですけど。でも、それをセルフプロデュースでしょそうです。うん。で、有名 YouTuber になる方法っていうのを、まず、YouTube で無料公開していって、はい、で、あとはもう1対1で、あなたに合わせた方法っていうふうな形でやっていくるのがいいんじゃないのやりたいんですけど、あの、社長が、普段、講演されてるんじゃないですか。うん、あれ、どっから仕事入ってるんですか あ,あえ、公演してるの仕事入ってる、あれはなんか大体 Facebook とかを見て、いきなりメール来るんだよ。それが来ないんですよ。だからそれは。<laughs> 甘えてるわけだよ言えばな、はい、有名人ランクで言うとこうなってるわけだよ、はい、でここにこう地面があってここに店舗があるわけだでお前まだ店舗出せなくて屋台だ、はい、屋台引っ張って YouTube で公開しましたって言ったらその日の夜屋台ガラガラってやるから、まあ、そんな感じなんだよじゃあまず店舗出さなきゃいけないのかっていうともうそういう時代じゃなくなったのがチンゴにとって有利なところだよなそうです あのいわゆるネットが出る前は僕と慎吾との間にある壁いわゆる「テレビにで出てます」とか「本出したことがあります」とか「大学先生やってます」っていうのと君との差はものすごいあったんだけど今言っちゃったらその差ってなんかこういいういうつなながり、薄いグラデーションしかないわけよ。だからそんなこと気にせずになんか「どうやったら仕事来るんですか?」って言ったら自分から売り込んで売り込んで売り込んできたら。 まに向こうからポロ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 来るようになるから手数が足りないよお前なんかさ最近の若者によくありがちなどうやれば間違ったことをせずに最短距離で成功に行きつけますかという病気にかかってるよそうなんです、うん、ただあの一回だけ痛い目見て、うん、結構 YouTube で喋ってるから、うん、セミナーもできるだろうと思ってたら、うん、意外と人前にするとダメなんですねそりゃそう全然違う俺あのなんだろう、人前で喋るようになったのって 東京大学で初めて授業を持って3期目だから1年半かかったよあっそうでもそうなんですかか,かるかかるうんもう緊張しちゃって声震えるし、うん、震える何考えてるか分かんな,くないしだから30分とか1時間話すんだったら1時間分の台本書かないとできないよだからさ何だろうなバカほどさ、はい、トップの人を見て真似しようとするんだよ はい、俺らがドラマとか出るんだったら普通の俳優さんがなんか普通に演技してるの見てあれはできると思うじゃダメな。そうじゃなくて台本死ぬほど読んで大根芝居をやってそれで恥かいて恥かいて恥か,かいて何十回目かぐらいでよう、はい、やっとナチュラルな演技になっていくんだから。はいはいさ そう僕も YouTube ライブは毎回水曜夜10時によろしくお願いしますやってるんですけどそれはいつも社長のニコ生を <laughs> ニコ生って言っちゃいけない社長の動画を参考にさせてもらってるんですよ、うん、それをずっと続けてて僕やっと一人でずっと喋れるようになったからこれはセミナーもいけるとはい、はい、思ってちょっとこの前機会あって壇上立った瞬間もうボロポボロで<ー>喉カラカラではいはい、はい、もう全然なんで1時間 インターネットでこうカメラを前にすると喋れるのに人を前にすると、うん、見下しが足りないよ見下しって何ですか <laughs> 見下しって客に対する見下しよ <laughs> だって俺の話を聞きに来やがったか <laughs> 教えてやってもいいけどなっていう姿勢がないと壇上なんだから上なんだよ上の人間は上に立つっていう義務を背負ってんのよ 最高っすね <laughs> なるほど一時的でもあれ相手をちゃんと見下さないと上から人に話せるはずがないじゃんすごいっすね見下してるよちゃんと見下して <laughs> その代わりにそれ終わったら見下しやめるよ <laughs> それいつもやってるんだった,んでたんだよ <laughs> <laughs> そっか見下しが必要なんですねだからアーティストの人がってコンサートで今日はみんな来てくれてありがとうって金払って来てくれる客に対してなんかものすごい偉そうな口痴るタちゃん でも、あれをやって上下の関係というのを自分の中でやらないとそんな人前で歌歌ったりトークしたりなんかできない。 漫画家でも小説家でも何でも同じなんですけど、なんかになりたいと思っている人はそれをできるだけこの動詞に転換するようにしてください。ちょっとここら辺熱くて面倒な話してますけども。これはですね、今も同じだと思います。誰でも同じなんですけども、コントロールできない状況。例えば西野くんだったらテレビに呼んでもらうとか、面白おかしくいじってもらうみたいな、これコントロールできないから、こういうのできるだけコントロールするために、 いろんなことを始めるわけですね。で、その結果、ホリエモンというのはオンラインサロンを始めたし、西野君は最初、一人トークっていうですね、一人舞台を始めて、で、そのチケット自身も自分で売るっていう、全部自分のコントロール下に置こうとするんですね。規模は小さくなるんですよ。それまでライブドアだと言っててですね、野球のチームをですね、買収すると言ったホリエモンは、あっという間にビジネススケールがすごい小さくなってしまったし、西野君にしてもですね、ハネルの扉でテレビでもう大人気で、 本当になんか視聴率何0%も取ってたような人間がいきなり自分の一人舞台のチケットを手売りで売ってるから人から見たらですねすごい小さく見えるんですよところがそうじゃなくてそれは全て自分がコントロールできるパーツでできてるんですねこれがなんかこう生き残るコツなんですよ僕自身も何をやったのかというとその2000年から2003年までの反省をベースにですねできるだけ 他人が関与するような仕事っていうのを削っていって、自分がですね、100%できる。まあ、具体的に言えば今やってるニコ生とか YouTube の仕事にですね、ものすごい集中させていったわけですね。で、そういうふうにやっていくと、やっぱりニコ生とか YouTube 何がいいのかって、編集会議がないんですよ。出版社の偉い人が OK 出して、例えば今日僕がメリーポピンズの話をしますって言ったら、 これテレビの番組だったらですね、メリーポピスの話をするというのは企画会議で通さなきゃいけないわけですね。いろんなところに OK もらって、外注さんに映像の発注とかして、フリップの発注とかしてするんですけども、そんなことをやってたらですね、面白いことできないわけですね。思いついた楽しいことをやりたいのに、なんで他人の許可、それも、ろくに企画のことも分かってない奴らの許可が必要なのか。と 何を話すのかを自由。ここの部分だけを僕はコントロールしようとしました。どんなネタで何を喋るのか、この部分だけでも全て自分のコントロール下に置こうとしたんですね。僕の場合は単純に考えて単行本を書いてる時よりもですね、今皆さんに僕の考えとかですね、感じていることを伝える、この効率においては多分10倍から100倍ぐらい。 なってるんですね。今、ニコ生とか YouTube を見てくれてる人っていうのは、かつて僕の本を読んでくれた人の、だいたい10倍から100倍ぐらいの人数いるんですけども、そういう皆さんにこうリーチするっていうんですけど、手が届くようになって、こちらが考えてくることは伝えれるようになったっていうのは、売れるではなくて、好きなことを話すっていう、この動詞形にですね、切り替えたからなんですね。じゃあ、 こういうですね、僕が話しているようなですね、ニコ生とか YouTube はですね、これから先ずっと安泰なのかというと、とんでもないんですよ。以上のようなことが、ついこの間までの常識でしたと。で、これを前提にしてですね、こっから先、大型恐竜が滅びる時代に入りますと。いわゆるネットワークの会社、それは YouTube にしても何にしてもそうなんですけど、そういうふうな大型の会社が、 体が巨大になったゆえに大型恐竜のように滅びていく世界で生き残る算段した方がいいですよって話をしたんですね。例えば、ディズニーにしてもネットフリックスにしても、ここから先、どんどん予算をかけて映画をシリーズものとして作るでしょう。マーベルのヒーローものがなんでマーベルシナマティックユニバースというふうに世界を共有しているのかというと、一本あたりの予算が大きすぎるからなんですよ。一本あたりの予算が大きすぎるから失敗が許されない。でも失敗しないとは限らない。 そのためにですね、他の世界観の中に組み込んでシリーズ全体の人気で支えていこうという方式ですね。いわゆるアイドルグループとかやるときに最初はメンバー間の人気の格差というのがあるんだけど、続けていればそのグループ全体の人気が上がっていくと。同じように各マーベルヒーローも一つ一つ見れば人気があるヒーロー、ないヒーローがあるんだけど、続けていくと徐々に徐々にそれはグループとしての人気が上がっていくという考え。 方なんですね、だから、今のディズニーにしてもですね、マーベルにしても映画をやるときは必ず続編があって、それがシリーズ化されて、他のものと組み合わせるようなものだと企画ができないと。映画作るには予算もかかるし、絶対に面白いものっていうのはお金もかかる、準備も大変だから、もう本当に外せない作品ばっかりになってるんですね。大型恐竜がどんどん戦闘力を強くして体を巨大化してるのと、すごい似てるわけです。こういう大型恐竜をですね、ジャイアンみたいに考えて、 いや、その大型恐竜の近くにいれば生き残れるだろうっていうスネオ的な考え。これを僕は愚かなスネオって呼んでるんですけど。世の中には愚かなスネオと賢いスネオがある。愚かなスネオっていうのは、いや、今ネットフリックスさんが金出してくれるからネットフリックスさんでアニメ作りましょう今アマゾンさんがお金出してくれるからアマゾンさんで映画作りましょうこれは愚かなスネオ戦略なんですよ。なんでかというと、それら全ての大型エンターテインメント産業というのは、 考える間もなく、ハリウッドの歴史が示す通りですね、先がないからなんですね。予算が大きくなってくるにつれてですね、どん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 。 一本外れれば会社が倒産っていうの、リスクが上がっていくわけですね。どん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 予算かけて巨大にしていこうと考えると無理がある,あるんですけども、どっちにしてもですね、大きな恐竜は大量の餌が必要だから、おまけにその大きな恐竜が倒れる前にやっぱね自分が食われるんですね。愚かなスネ夫戦略では。つまりアマゾンとかネットフリックスにすり寄って、あ、なんとか場をもらえた作品作れたっていうふうにやっても、それらの 会社が傾き出すと勝手に安売りを始められてしまうんですよ。いわゆるゾゾ離れっていうやつですね。ゾゾタウンが大きくなっていくときはいいんだけども、ゾゾタウンがいざ大きくなってある臨海地に達して、で、会社が危なくなったらどうなるのかっていうと、自分たちが借りているブランドですから。いろんなブランドのものを勝手に安売りしようとして、そしてブランドが離れていくと。つまり大きい恐竜っていうのは倒れるときにと食ぐいを始めるんですね。 こういうふうなことがあるからですね、あまりそういうふうな、あの、賢いスネ夫はですね、そういうところに近寄らない方がいいと。それよりもですね、なんか大手のテレビ局とか芸能事務所に残ると、実は生き残れそうで生き残れない。最後に食い物にされると。それよりは小型の哺乳類の方が有利であると。つまり、えー、賢いスネ夫戦略ですね。未来を見るという能力ですね。未来を見るという能力をですね、目に見える形で説明するために、高さで説明します。これあの、レゴのミニフィグですね。 身長が目の高さが2センチぐらいです。この人がまあ、普通の人としましょう。そしたら、この人は二十歳ぐらいの人はどれぐらい未来を考えて行動できるかっていうと、せいぜいね、大学を卒業して就活するところまで、つまり、この身長2センチの人は、遠さで言うと5センチから1 0ンチぐらいのところまでしか見えないわけですね。つまり、などういうことかというと、20年生きてっていうのをですね、得られる視野っていうかな、視野の高さっていうのは、せいぜい 5, あの5年ぐらい、五年先のことしか見えない 考えられないまあほとんどの人はほとんど二十歳ぐらいの人は来月の試験とかですね春休みにどこに行くぐらいしか考えられないし目の前になんか大きいそういうイベントとかがあったらもうそれだけで目の前がいっぱいになっちゃってそれしか見えなくなっちゃうですねこれが普通です。ずっっっっととと未来のことっていうのこては、霞がかかちちゃうし、ちょっとしょた障害物ですね。今 置いたような、なんか、こんなものがあったら、もういきなりもうそれしか見えなくなっちゃって、この先が見えなくなってしまう。しかし、この人がですね、身長が高かったら話は別なんですよ。もし仮に、このちっちゃいミニフィーにとってこいつは大きい障害物で向こうが見えなくなりますけども、行っちゃえばですね、身長が10センチぐらいあればですね、急に先まで物が見えるようになるわけですね。だから、こういう本、 がですね、目の前に、うわ、こっから大学4年間どうしようって、大学4年間という中でドーンとあったら、このミニフィグにとったら、この入学試験しか見えないわけですね。<laughs> この部分の入学試験しか見えないんですけども、身長が10センチぐらいあると、その大学生活の向こうにあるところまで目線が届くと。つまり、未来を見る力っていうのはですね、こういう高さに変換して考えると、図形的にわかりやすくなると。 これどういうことかっていうと、前が見える、未来が見えるということは同時に過去も見えるってことなんですよ。この辺からお話になっていきますね。つまり、過去の視野が狭い人、昔のことをあまり知らないことっていうのは、実は未来の視野も狭いんですよ。 視点が高いと、絶対に遥か昔まで見通せると。つまり、歴史的なこともある程度分かっていると。そうじゃなくて、視点が低いとですね、歴史的なものも自分が生きている範囲、もしくは思春期になってからのことしかわからないわけですね。だから昔の日本のこととか世界のことを言われても、そんなん生まれてないから知らないというふうに言えるわけですよ。ただし、 背が低いには良い,いことがあります。足元が見えやすいんですね。足元が見えやすいし、隣のやつと手を繋ぎやすいんですよ。だから、連帯するにはちょうどだし、今流行っていることっていうのは、この背が低い状態だったら絶対にわかりやすいです。逆に言えば、視野が広すぎる人間っていうのは、足元が見えない。今流行っていることがよくわからなくなる。 ね、これ10センチなんですけど、こんなもんで、ね、あの、歴史上有名な人とかね、仕事で大成功した人なんか身長1メートルくらいになってくるわけですよ。そうすると身長1メートルくらいになってくると、100年先のことまで分かっていろんなことを考えれるんですけど、足元が全く見えなくなるんですね。そういう欠点もあります。昔が分かると、まあ逆方向を向くだけで未来のことが分かる。視野の差っていうのはどんどん広がっていくるんですけども、もちろんこの今、これ話しているのはですね、全部例え話です。例え話だから、 基本的にですね、じゃあ昔のことを知ったら勉強したら未来が見えるようになるわけじゃないんですけども、少なくとも未来が見えるためには昔のことを勉強するしかないって、この法則は僕間違ってないと思います。つまり勉強だけは全てじゃないんだけど、勉強なしでうまくやった人を僕は見たことがないんですね。だから過去 本を読んで過去を知るってことは過去をいかに面白がれるかということなんです。過去をいかに面白がれるかが分かれば未来を生き生きと語ることができるのでですね。勉強というのはそのために必要。 不可分なもんなんですけども、村上信五さんに、どうやれば、そういうふうに未来のことが見えるようになるんですか？と言われた時に、それは勉強するしかないんですけどね、というような。言おうとした時に、これが一気に頭の中に浮かんできて、いや、でも、これをこうラジオの番組で言ってもしょうがないなぁ。なんかね、あんまり夢ない話ですよね。勉強しなきゃダメだよっていうのは、未来を感じる力。未来。格差の基礎というのは、実は勉強であって、いろんなしょうもないことをですね。次から次へと興味湧くままでいいんですけど、勉強していて、それが自分。 その中で繋がるんですね。頭の中で繋がって、ある日ですね、なんかネットワークになるんですよ。あっていうようなネットワークになると、わかったっていうような感じが、週に1回ぐらい訪れるようになるんですよ。で、これが勉強の次の段階の世界観ですで。世界観っていうのは知ってることが組み合わさって根を張って木のように伸び始めるんですね。そうすると、その木に登るとずっと先に見えると。つまり、 本っていうのをいろいろガーッと読むと、その本の上に登ることができちゃうんですね。これだけでですね、視野っていうのがもう圧倒的に広がっちゃうわけですよ。だから本を読むのは得。自己投資の中でも実はかなり安くて得な方法です。まあ、さっきも言ったように普通の人とはどんどん話が合わなくなるし、これをどう乗り越えるのかのポイントはまたいつか話そうと思います。